どうも、TikTok のアプリを持っていないでおなじみ北ヤンカンフージェネレーションです。今日の動画はですね、質問箱の質問に答えていこうと思います。質問箱というですね、匿名で質問を投げられるサービスがありまして、僕がその質問箱に答える動画っていうのをね、定期的にやっているんですけど、だいたい月1回ぐらいですかね、それぐらいのペースでやっているんですけども、今回はそんな質問箱にいただいた質問に答えていこうと思います。今回はですね、なんと12件も質問をいただいておりまして、一個一個じっくり喋っていく時間がないので、ポン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 答えていくような形になるとは思うんですけども、今後もね、こういう質問箱の質問に答える動画作っていきたいので、何か気になったこととか、ちょっとこういうことを聞きたいなってことがあれば、質問箱に投げていただければと思います。概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひお気軽に、質問投げていただければ、来月のどこかのタイミングで、動画出すと思いますので、ぜひぜひ質問いただければと思います。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけで、まずは最初の質問に答えてまいります。最初はですね、こちらです。はい、北山さんがいい DJ だと思う人の特徴を教えてください。プレイヤー、選曲などということでですね、DJ に関する質問ですね。僕はですね、趣味で、DJ をやってまして、そのね、DJ についていい DJ ってどんな DJ なのっていうね、特に始めたての人はね、考えると思うんですけど、はい、僕なりのちょっと答えを、ね、言っていきたいと思います。ズバリですね、おもうまい DJ だと思うんですよね。はい、最近そのおもうまい店っていうね、番組あると思うんですけど、面白くてうまいってことなんですよね。DJ もね、同じだなと思いまして、すごくいい言葉だなということで、おもうまい DJ がいい DJ だと思うんですよね。具体的には、技術的なうまさがまずいるだろうということですね。プレイ面ですよね。つなぎがうまいとかですね。そこですよね。技術的にうまいよってこと、ですよね。で、ただ単にその技術がうまいだけだと、なんかうまいなだけで終わっちゃうというかね。そこにプラス、面白いの部分ね、主の部分が僕は大事だと思っていて、それが選曲だったり、さっき言ったつなぎのね、ユーモアさとか、そういうところがあると、その技術的にうまいし、ユーモアもあるみたいな。で、この2つが、ね、あると、すごく僕はいい DJ だなって思いますし、自分自身もね、その思うまい DJ でありたいなっていうか、そこになりたいなって思ってやってる部分あるので、そこは僕が目指してるところでもありますね。はい。あとね、強いて言うなら、自分の好きな音楽を、もうガンガンにこう、アピールするっていう感じではなくて、そのお客さんとか自分の他の人を楽しませようっていう気持ちが感じられる DJ だと、いい DJ だなと思いますね。はい。それがすごく難しいところであるんですけど、フロアの反応、お客さんの反応を見たりだとか、他の共演者が好きなものをかけたりだとか、イベントのコンセプトに、沿ったものをちゃんと出したりだとか、それはもちろんその、自分の持ってる曲って、自分の好きなものじゃないですか。だから結局好きなものになっちゃうんですけど、その、自分の好きっていうものと、その、それ以外の要素、今言ったお客さんの反応とか、他の共演者さんとか、イベントのコンセプトとか、そこと、この二つの最大公約数を出すっていうのが、僕がいいと思う DJ の要素なので、思うまいっていうのももちろんなんですけど、その自分の好きの部分と、その他の求められてる要素の最大公約数をバシッと出せる DJ がやっぱりいい DJ だなと思いますね。はい。この話だけで一本の動画作れちゃいそうなんで、もう次の質問いこうと思います。はい。続いての質問はこちらです。はい。ベースボールベアの武道館のライブ行きますか？ということなんですけども、行きたい気持ちはね、山々なんですけどね、何せお金がありません。はい。このくだり何回やるんだっていうね。
そう、確かね、前回の質問箱の時も、なんか、なんとかのライブ行きますかみたいな質問、確かフランツ・フェルディナンドだったかな。なんかその、ライブ行きますかって時に、お金がありませんってやったんですけど、今回も、お金がありませんって感じですね。はい。これが貧乏底辺 YouTuber の辛いところであるんですけどね。はい。ボケーボケー言いたかっただけですけどね。もっとなんか大声張れたらいいんですけど、ちょっと近隣のこと考えてね、やや小声ボケーになっちゃいましたけど、行きたい気持ちはあるんですけどね。はい。確か土平日でしたよね。普通に日程的に無理パターンですね。行きたいな。でもまあ円盤出るかなみたいな、出たら買おうかなみたいな、そういう感じですね。はい。はい、では次の質問いっていこうと思います。こちらです。ドン、はい、初めて聞くバンド、アルバムから聞く派、ベストから聞く派ということなんですけど、まあ、アルバムっていうとね、オリジナルアルバムのことですよね。オリジナルアルバムかベストアルバムか、まあ、どっちから聞きますかってことなんですけど、まあ、僕はなるべくオリジナルアルバムから聞きたいなと思ってるタイプですね。はい。まあ、なんですけど、まあ、大御所すぎると、まあ、ちょっとわかんないんで、まあ、ベスト借りちゃう傾向ありますね。まあ、どれくらい大御所かっていうと、サザンオールスターズとか、まあ、ビーズとか、まあ、ドリカムとか、なんかあれぐらいのキャリアの人たちを、オリジナルアルバムをね、一から聴いていくのめちゃくちゃ大変なんで、まあ、とりあえずベスト聴いて、みたいな。で、そっからその、いろんなレビューとか見て、その、サザンだったら、鎌倉とか、まあ、桜とか、あとなんだ、世に万葉の花が咲くなりとかでしたっけ、なんかそういうこう評判の高いアルバムをちょっとずつ聴いていくみたいな感じですね。はい。で、ベストが出ててもそんなね、そのアルバム数なかったりしたら、そういうアルバム、オリジナルアルバムを聴いていっちゃいますね。まあでもその辺はバンドによるというか、よりきりというか、はい、絶対にベストは聴きませんみたいなタイプではないですね。はい。その辺はもう臨機応変に聞いてます。はい。はい。続いての質問はこちらです。フォノトーンズ聞いたことありますかってことなんですけど、はい、聞いたことあります。はい。まあ、ナノ無限コンピ2013に入ってた石川町ファイヤーって曲が、聞いたことあるんですけど、かっこいい曲ですよね。はい。他には確か、サタデー少林フィーバーとかは聞いたことあるんですけど、全然まあ終えてはないですね。はい。そもそもそのインストバンドの楽しみ方がいまいち分かってないんで、その辺がね、まだまだ自分の興味が狭いなって思う部分であるんですけどね。インストバンドを楽しめるようになるとね、もっといろんなね、音楽に出会えるのになーっていう。でもそこの楽しみ方がいまいち分かってない自分もいるので、なんかその辺がもったいないなと思いつつ、はい、なかなかね、聞けてはないんですけども。はい。それでは次の質問はこちらです。音楽のパクリについてどう思いますかってことなんですけど、全然いいんじゃないですか。はい。僕昔はね、結構そのなんか新しいアーティストとか聞いて、なんとかのパクリじゃんとかよく言っちゃってたんですけど、今はね、そこまで気にしなくなりましたね。はい。まあまあ、なんか何かに似てるなと思うことはあるんですけどね。はい。まあ僕の好きなね、フリッパーズギターっていう90年代のアーティストがいるんですけど、小山田圭吾さんと小沢健二さんがやってたバンドなんですけど、まあそのフリッパーズギターも僕たちはパクリをやってますっていうふうに、ドドと言ってまして。で、その実際ね、結構パクリなんですけど、そういうまんまなんですけど、別にそれはそれで、フリッパーズギターがそれをやるから好きなのであって、まあパクリだけど、なんか彼らなりのエッセンスが、オリジナリティが入ってるから、まあ別にそれはそれでいいのかな、みたいな。うん。アジカンもね、言っちゃえばウィーザーのパクリみたいな感じの曲、まあまああるんで、ホームタウンのクロックワークとか、ウィーザーだなと思いましたよね、初めて来た時ね。はい。まあ、リバースクームが監修してるっていうか、関わってるからなのもあるんですけど、まあなんか別にパクリイコール悪ってしちゃうとね、もうなんか
すごく息苦しくなっちゃうので、あんまりそういうの言わないようになりましたね。はい。まあ、パクりたくなるぐらいいいものなんですよね、多分ね。はい。なので、まあ、それがきっかけでどんどんいいものが受け継がれていくって考えると、まあ、前向きに捉えられるんじゃないかなって思いますね。はい。僕のこの名前でパクりに関して厳しかったらわけわかんないですからね。はい。続きましてはこちらです。音楽は歌詞を気にする派、気にしない派、どっちですか？ということなんですけど、これもね、昔は結構気にしてましたね。はい。すごく歌詞カードを読み込んだりとかしてました。はい。ただ、まあ、いつからかな。洋楽を聴き始めたぐらいからあんまりそういうことはしなくなりましたね。はい。まあ、洋楽もね、すごくいい歌詞いっぱいあるんですけど、はい。特にオアシスとかすごく、いいなって思うんですけど、オアシスの What Ever とかね。まあ、なんかよくよく読んでみると、めちゃくちゃ前向きになれるんですけど、まあ、なんか、音がかっこいいから聴くみたいな、ね。その音が気持ちいいから聴くみたいな、気持ちの方が大きいので、まあ、なんか、それに伴って日本のバンドとかも、なんか、歌詞弱っけわかんないけど好きみたいなバンド結構いますね。はい。まあ、なんか特にゲスの極み乙女とか、わけわかんない曲多いじゃないですか。歌詞が謎すぎるみたいな。うん。何を言ってるんだろうみたいな曲結構あると思うんですけど、なんか全然、あ、なんかバンドとしてかっこいいからいいよねみたいな、な感じなんで。まあ、あんまり気にしないですね。はい。続いてはこちらの質問です。はい。復活してほしいバンドは何ですか？ということなんですけども、邦楽と洋楽でちょっとね、それぞれ挙げてみたいと思います。まあ、まず邦楽なんですけど、まずまあスーパーカーですね。はい。ちょっと前に動画でもね、取り上げて紹介はしたんですけど、まあこのバンドは復活まずしないだろうな、みたいな。もう本当になんか仲違いみたいな感じの解散してるんで、まあおそらく復活しないでしょうけど、まあ、復活したら嬉しいな、みたいな感じですね。はい。まああとはよく言われるんですけど、ジュディ&マリーとかね、復活したらめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないですかね。はい。まああと洋楽で言うと、さっきもちょっと出たオアシスですかね。はい。まあそのオアシス復活するんじゃないかみたいなニュースはね、定期的に出ますけど、リアムが復活したがってるみたいな。でもノエルはあんまり乗る気じゃないみたいな。めちゃくちゃお金積まれてもやらないぜみたいなことはね、発言はニュースになったりしてますけど、まあでも復活する時が来そうな気がしますけどね、オアシスはね、なんだかんだ。はい。で、僕が好きだったバンドで、もう解散しちゃったバンドで復活は絶対しないだろうなと思ってるんですけど、それがケイジャンダンスパーティーっていうですね、1枚しかアルバム出してないねバンドなんですけど、このバンドめちゃくちゃ好きだったんですよね。周りにあまりケイジャンダンスパーティーをそもそも知ってる人が少ないんですけど、僕はすごい好きなバンドで、アミラーゼって曲がめちゃくちゃかっこよくて、この曲めちゃくちゃいいから聴いてほしいですね。はい。まあおそらく復活することはないでしょうけれども、まあ復活したら僕だけがめちゃくちゃ盛り上がると思います。はい。はい。続いての質問はこちらです。北山さんはもう本紹介はしないんですか？ということなんですけど、いやー、もうしないかな。はい。多分このね、質問をくれた方はすごく僕のチャンネルを昔から知ってくださってる方だと思うんですけど、僕昔ね、その音楽紹介とかじゃなくて、そのビジネス書とかを読んで要約して解説するみたいなチャンネルやってたんですよね。はい。その動画、まあまあな期間出してて、まあ1年も出してないから、10ヶ月ぐらいはそのチャンネルでやってて、で、結構ね、伸びなかったんですけど、はい。で、そういうね、その本の紹介をやってたんですよ。で、まあちょっと前にね、音楽の本読んで紹介するみたいなこともやってたんですけど、まあ、本紹介はね、もうしばらくもやんないと思いますね。はい。まあ、ためにはなるんですけども、まあ、買って、読んで、で、まとめてみたいな、そういう作業があるんですよ。結構、その大変なね、時間もかかる作業があるんですけど、
結構それ頑張ってあんまり再生されないってなると結構辛いんですよ。やってる側からすると、めちゃくちゃ頑張って準備したのに受けないなみたいな、結構辛いんで、はい、辛いというかね、なんかコスパ悪いんですよね。その持続可能性がないっていうかね。はい。だからね、みんながね、めちゃくちゃ Apex とかの、そのゲーム配信をする気持ちがね、わかりましたね。はい。いや、だって、楽なんだもん。ゲーム実況した方が。そりゃね、機材用意したりとか、まあ、なんか、実況のね、面白さとか、ボキャブラリー豊富じゃないと面白くないみたいな。まあ、それもあると思うんですけど、サロメさんとかね、すごい VTuber で、バイオハザードやって、まあ、お嬢様言葉でみたいな、そういう面白さもあると思うんですけど、まあ、ゲーム実況の方がね、気軽に始めやすいから、みんなやるよなみたいな気持ちわかりましたね。はい、続いての質問はこちらです。運営からの質問をオフにしてますか？ということなんですけど、僕ね、この質問来るまでそういう設定があるのを知らなくて、ゆくゆくね、ゆくゆくじゃないか。見てみたんですよ、設定をね。そしたらオフになってました。はい。なので、運営からのそういうなんかボット的な質問は来てないです。はい。はい、続いての質問はこちらです。ベースボールベアの湯浅さん戻ってきてほしいですか？ということなんですけども、脱退された当初はすごく戻ってきてほしかったんですけど、まあ今はね、そこまで思ってないですね。はい。まあ今のベースボールはね、3ピースなんですけど、ちゃんとなんか3ピースとして確立されたので、まあ全然今のベボベ好きなんで、はい。戻ってきてほしいみたいな気持ちはないですね。はい。まあ、湯浅さんもね、まあ今の生活あると思うんで、まあなんか、戻ってきたいっていう気持ちもそんなに多分ないのかなって思っちゃうんで、まあ全然、今のベースボールウェアは全然3ピースでかっこいいと思いますね。はい、続いての質問はこちらです。キレアムで尊敬してる人は誰ですか？ということなんですけど、僕が所属している、まあ DJ 団体というかね、そういうイベントのグループっていうかあるんですけど、フィレモールっていうね、団体に所属してまして、はい、そのことを言ってるんですけど、まあ、そのキレムの、まあ、DJ の中で尊敬してる人は誰ですかって質問なんですけど、まあ、正直ね、みんな尊敬してます。はい、それぞれ尊敬できるポイントがあるので、はい、みんな僕は尊敬してますね。まあ、それぞれね、その各 DJ、それぞれ僕にないものをみんな持ってるなっていつも思うので、なんかみんな尊敬してますね。はい、それぞれの部分で。はい。逆に自分の何もなさに落ち込むというか、なんか俺めちゃめちゃ何もないじゃんみたいな、普通じゃんみたいな思っちゃうので、ふとね。うん。まあなんか、こういうことを言うと、なんか、いや、キタリアンさん何言ってんすかみたいな。なんか、個性ありますよとか言ってくれるんですけど、名前長いだけではみたいな思っちゃうときあるんですけど、僕も僕なりに、まあなんか、頑張ってるみたいな。みんなに追いつけ追い越せみたいな気持ちでやってるんで、まあ、正直、みんな尊敬してますし、別にキレムに限らず、なんか、僕の周りの、頑張ってる DJ のね、みんな、年上年下関係なく、すごい尊敬できるなというか、なんか、主催を頑張ってる人もいたり、なんかいろんな各地の、イベントに遊びに行ったりとか、出演したりとかしてる人もいたり、なんかそれぞれ尊敬できるポイントあるんで、みんな尊敬してますね。はい。はい、続いての質問はこちらです。アジカンのファンになったのはいつからですか？ということなんですけど、これはですね、2003年からですね。はい。まあ、具体的に言うと、ナルトのオープニングを見てからですね。まあ、はるか彼方なんですけど、当時僕、中1ぐらいだったかな。確か、それぐらいだったと思うんですけど、まあ、その、はるか彼方聞いたときに、ちょっと、ビビビと来まして、はい、当時ね、僕の考え方で言うと、ロックバンドって結構、
なんか見た目がいい人がやるもんだと思ってたんですよね。まあミスチルとか、まあグレーとか、まあルナシーとか、まあそういう、まあなんか、イケてる人がやる音楽みたいなイメージあったんですけど、遥か彼方聞いて、で、ナルトの、まあ CM 部分で、まあアジカンの CM が入ってたんですね。で、遥か彼方の PV がちょっと流れてて、それ見た瞬間、なんか、めちゃくちゃ普通な人たちというか、なんか自分にすごい近い空気感を持った人たちがめちゃくちゃシャウトして、めっちゃバンドやってるみたいな、なんかすごい衝撃的で、あ、なんか、ね、自分らみたいな、その、まあ、いけてないというかね、普通な奴らも、あ、バンドやっていいのみたいな、そういう衝撃があって、で、結構その、興味を持ったんですよね、そこから。で、当時ね、まだあんまりネットがね、普及し出したぐらいだったと思うんですよね。今もすごいネットで普及してますけど、当時そのね、父親の持ってる家族共有パソコンみたいな、その父親に今からネットしていいみたいな許可を得て、その電話線をガシャッとつないでネットやるみたいな時代だったんで、その、ちょっと今日ネット使っていいみたいな聞いて、アジアンカンフージェネレーションで調べて、ホームページ見てみたいな時代だったんで、で、掲示板だったんです。当時、掲示板にね、時々書き込んだりとかして、なんか、そういうことやってましたね。はい。で、なんか、こういう人たちなんだとか、調べて、なんか、そっからどん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 ハマっていったみたいな感じですね。はい。はい、というわけで質問箱にいただいた質問に答えてまいりました。合計12個かな。はい、結構な数の質問をいただきましてどうもありがとうございます。今後もなんか気になることあればね、個人情報じゃなければ言うのでそういうことね、聞く人いないと思うんですけどね。はい、比較的何でも答えると思うんで、気になったらなんか答えてじゃないわ質問投げてもらえると嬉しいです。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで以上、キタヤンカンフージェネレーションでした。ではまた。もう最近なんかマジで暑くなってきて、今日ちょっとね、いつもと違う髪型にしてみたんですよ。その髪をね、後ろにやってなんか耳を出してみたいな感じのヘアスタイルでやってみたんですけど、どうですかね。なんかすごい七三分けの真面目な人みたいな感じになってるすごいね、なんか雰囲気変わりますね。やっぱ耳出してるとね、爽やかでいいのかな。こっちの方がモテるのであればこっちにあるけどね、どうなんだろう。髪型でね、こっちの方がいいってなったら今後ずっとこっちで行きたいんですけどね。なんか耳をね、こう、いつもこうして被せてるんですけど、まあ、こっちだとちょっと、なんか違うのか、陰キャっぽいのかな。耳出してこっかな、みたいな。熱いし、みたいな感じですね。はい。なんだこのトーク。何この耳を出さないトークみたいな。めちゃくちゃどうでもいい話ですけど。まあ、とにかくね、熱中症に気をつけて、暮らしていきたいですね。あたしたー。